いいんですか?戦区者ですよ。それより、そこから先は地獄ですよ。いいんですか?あなたという個体にとってはそうでしょうが、戦区者になるということは、次の誰かが現れるまで履歴が上書きされないということ。それは、とても辛いことですよ。 そうですか。なら、もう止めません。これで私も本当に消えることができる。行ってらっしゃいませ、コタロウ君。
他ならぬ俺自身がそれを選んだ。これではなかろうか。多分そうだ。ふぃー、やっと見つけた。間違いないのかな、預言者殿。ふっ、私の預言が外れたことなどありはしないわ。あると思う。あるよ。あります。9割方外してるだろう。えい、細かいことを。今度は当たりよ。見なさい、この立派なこと。立派立派。たくましいです。卑猥な話か。違うよ。あんたがエロいだけだよ。それは、遺伝子が悪いんだな。今度こそ、うまくいくでしょうかね。というより、正解かどうかでしょ。正解じゃないんかい。さっき自分で正解確実って言ってましたよ。お金は取ってないんだから、外れてもいいじゃない。それにこの予言は、割と自信があるの。というかこの町には、もう条件に見合う気はない。多分当たり、これ。根拠は？できる女の勘。当てにならない根拠ね。原始とも一致した。そうだな。私も同感だ。これは、かなりのお宝かもしれないぞ。どうした、小鳥？ううん、ちょっとぼんやりしてただけ。とても懐かしい感じがして。我らがオカルト研究会に誇るひもったま母さんがそう仰せだ。あんたと同い年だよ。でも勝手に持って行っちゃって本当に大丈夫なんでしょうか。一応町の土地ですよね、ここ。バレなければどうということもないわ。バレたら東華先生の折檻は免れない。どのみちこの辺りの大木、日照問題とかで伐採されるんだからいいと思うが。これだけ大きいと仕方ないですよね。3年で樹高500メートルか。はた迷惑な。さ、おしゃべりはそのくらいにして、そろそろやろやろ。やろやろ。よーし、囲め囲め、者ども。いいのができますように。今度こそ、パーフェクトに決めてみちゃうわ。配置 OK でーす。じゃあ、秒読み行くよ。5、4、3、2、1。おいでませー。そして目覚めた。鬼のような成功だ。聞こえて、お前、私たちの使い魔よ。
聞こえてはいたが、混乱していた。しばらくして、ようやく現状が理解できる。驚いた。とても驚いた。執事の格好をして、奴隷のようにこき使われるのが仕事だ。ああ。この子はルチア。この花ルチアだ。うちのクラスの委員長だった。よくちょっかいをかけていたっけ。朝日はるかという呪われた少女の噂話を追ううちに、実はその当人であることを隠しておきたかったルチアの悲しい生い立ちに触れた。ルチアはガーディアンのマッドサイエンティストに利用されていた。その結果、鍵を滅ぼすことが目的のはずなのに、自らが鍵のような存在となってしまった。俺たちの行動の結果、なんとか世界の崩壊を食い止めることができた。あの時の俺は、女心ってのがわからないやつだったな。これは、俺にとっては良い記憶だ。言葉は理解できてますか？ああ。それでこの子が、千早。大鳥千早。転校生として、うちのクラスに入ってきた。出会った頃は、随分嫌われていた気がする。それも、一緒に過ごした時間が解決してくれた。そんな俺たちは、新たな問題に直面することになる。御堂をはじめとしたガイアの魔物使いに狙われたんだ。死闘を繰り広げる中、俺は千早や朔也との信頼関係を築いていった。時には無茶をしてアウロラを乱用してしまうこともあった。それを命がけで止めてくれたのが二人だった。二人がいてくれたからこそ、ガイアの暴走も阻止することができたのだと思う。何度も拳を交えた結果、ライバルたちはみんな、得難い親友となった。そうだろう。これも、俺にとっての、良い記憶だ。ああ、ああ、しか言えないのだろうか。この子は後輩のしずる、中津しずる。そういや俺にとって唯一の後輩なんだな。ちょっと変わったところもあるが、少年の優しいいい子だ。サンマが大好きで風紀委員をやってる。そしてガーディアンのエージェントでもあった。監視という名目ではあったが、大好きな女の子との同居生活に俺は浮かれまくっていた。短い間だったけど、幸せな時間を過ごすことができた。だが、能力者としてはあまりにも不甲斐なかったあの時の俺は、しずりに大きな迷惑をかけてしまうことになった。結果、彼女を命の危険にさらしてしまった。この時は鍵の発動を止めることすらできず、世界は崩壊。人々を助けることはできなかった。結局のところ、俺は英雄の器じゃなかったわけだ。だとしても、最後に一番大切な女の子だけは救うことができた。少し長い時間だったけど、大切な人の帰りを一人待つってのは寂しいものだったな。これも俺にとっての良い記憶だ。生まれたばかりならこんなもの。この人は茜、千里茜、会長だ。先輩後輩という関係をほとんど体験してこなかった俺にとって一番近しい上級生。いろいろと迷惑もかけたが、
その分こっぴどく振り回された。だからまあお互い様ってところか。彼女はガイアの聖女とされていた人だ。だけど彼女自身が世界を滅ぼしたいと考えていたわけじゃなかった。魔物の性質である変革の力を持って怨念を時代に押し付けていく、それが聖女というシステムだった。受け継がれた絶望を胸になすすべなく生きるほかなかった人だ。誰かが支えてやらねばいけなかった。そして茜を支えるということは共に罪を背負うということでもある。俺はそれをやったんだ。結局世界を存続させることはできなかったけど、穏やかな余生を与えることはできた。俺は英雄じゃないから全てを救うことはできない。分かりやすい幸せではなかったけど、それでも俺たちにとっては精一杯の人生だったんだ。これも俺にとっての良い記憶だ。名前の希望とかある？そして小鳥だ。神戸小鳥。小鳥はのほほんとしたところのある普通の女の子だ。だけどたくさんの悲しみを一人で背負って泣き言一つ言わずに生きていた、どこまでも抱え込んでしまうような女の子でもある。そんな小鳥と俺は切っても切れない関係。単に因縁の仲というだけじゃなくて、とても密接につながっていたんだ。運命のあの日、俺たちは世界の秘密に触れてしまった。それはすなわち小鳥の隠していたことにも接することを意味していた。俺は小鳥と共に鍵に関わることになった。あの時の俺は諸悪の根源のような相手を倒せば全て解決すると思い込んでいた。だけど実際はそんな単純な話じゃなかった。結局俺と小鳥はカガリを守れず、世界の秘密から弾き出されてしまった。結果的にそれで俺たちは普通の人生に回帰できた。皮肉なことに手近なところで落ち着いてしまったけど、だけどなんだかんだでそういうのが一番幸せだったりするのかもな。これも俺にとっての良い記憶だ。ボンド。は？どうしてその名前？わからないが、それだけ思いついた。かなりの思い入れがあるようだ。まあ、俺に記憶があっても向こうにとっては初対面だ。新しい関係を築いていくことになる。だから新しい名で生きていこうと思った。それはかっこよくないので、ポチではダメだろうか。オーケー、いいんだ、思い入れ軽。ところでここは暖かいな。今は氷期だがな、町を離れると寒いんだよ。あれはそういうことか。町が命の幕に保護されているようだ。当たり前だ、年々急激に寒くなっていってるから。ポッチ、自分のことは把握できる？ああ、俺は魔物だろ。今はお前たち5人と並列に契約することで仮初めの命を得ている。俺の仕事は黒いタキシードを着てお前たちに貸し付くことだな。インプットした通り、軍閥の浸透率。そしてお前たちの護衛もしろというわけだ。そうよ、どうやらお前
なかなか優秀なように。しかし丁重に断る。ん？え？何？それは俺の仕事じゃない。俺はもっとビッグなことをやる。俺には特別な力がある。召喚酔いから覚めた途端、就職したくない大学生みたいなことを言い出したわ。というか、使い魔が主人に逆らうのって初めて見ます。だから人間型はやめようって言ったんさ。私のおかんになるからって。あなたのおかん？わがまま。その問題発言についてはまた後で論じるとして。わがまま。お黙り。お前、私たちに刺激される身分でありながら逆らうってどういうこと？才能に見合った待遇を要求したいね。そんなに才能があるなら証明してくださいよ。というか、お前の力って何？まだわからない。ただ木を削り出して生まれたものとしての自負のようなものを感じる。おそらく命さえ注いでくれれば、俺はそれをクリエイティブに加工してどんなことだってやれる。何を言ってるのかわからない。じゃあ空を自由に飛べるんですか？多分な。翼も生えてないみたいだけど。必要なら穂だって生やす。本当？なんか変ですよこれ。試してみればいいのよ。ぼっち、早速私たちをどこかに運んでみなさい。たやすい願いだが、今は5人分の雫しか与えられていない。これでは無理だ。じゃあどれだけいるんだ？最低でも万人単位との契約が取れなければとても届かない。1万人単位って燃費めちゃめちゃ悪い。それだけ集めてどこまで行ける？太陽系の外にだって行ってみせるさ。なんで宇宙に行かないといけないんですか？なぜって、さあなんでかな。お前たちが考えといてくれよ。それは人類の仕事だ。本当にそんなことできるの？ああ。起業して一口いくらで契約者を募るんだ。茜がまた金儲けのことを考え始めた。おかけんでの日々を思い出す。あまりにも懐かしいノリだ。こういうのやっぱり楽しいな。全員が不思議そうな顔で俺を見た。おっと、口に出しちまった。前のことを話しても仕方がない。みんなは今新しい時代を生きている。俺だけの良い記憶として心にしまっておくことにする。失礼。話の続きをどうぞ。うんちゃん、とりあえず5人分の運賃でどこら辺まで行けるのさ？それだとあの辺りまでだね。そう来たか。どうします？どうせ嘘でしょうけど。テストしてみようよ。どうせ嘘だろうけど。できたら面白そう。嘘かもしれないけど。ポチ、時間はどれくらいかかるの？どうせ嘘なのは分かっているけど。何？ほんのひとっ飛びだよ。命と引き換えに、やるべきことをやった。そのつもりだった。そうしたら、こんなことになった。飛んだ余生もあったもんだ。しかも、
全員といっぺんに再会なんてな。切っても切れない縁ということか。だけどこの場に一人だけいない者がいる。天を見上げるかがり、今の俺は魔物だから人間としての人生は必要ない。かつてかがりが追い求めた良い記憶の実現に全てを捧げてもいいんだ。そのために羽ばたかなければならない。たとえこの星の全てを吸い上げることになっても、俺にはその力がある。古代人は樹木を削り出して船を作り、大海に漕ぎ出した。その船になることが今の俺にはできるはずだ。樹木の魔物となった俺には、少女たちを一人一人見つめる。木の花ルチア、大鳥千早、中津しずる、千里茜、神戸小鳥、たくさんの因果を超えてみんなここにいる。あとはあいつを迎えに行くだけだ。さあ、今日の活動を始めよう。活動内容は